はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわでございます。大仁王陛様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。青木様、茂明様、草加市ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。なるべく早く送らせていただきます。よろしくお願いいたします。70過ぎて全学連って、おじいちゃんおばあちゃんたちいつまで学生気分でいるのというですね、未だにおじいちゃんおばあちゃんたちが全学連、全国学生連合会やってるのを言ったらですね、もっとすごい画像を発見しちゃいました。現在も継続中の成田闘争で、もう50年以上やってますよこれ、活躍されている中核派全学連の皆さんがこちらですね。先頭のお二人は90歳ぐらいでしょうか。車椅子、全学連、学生、なんかね、見てはいけないものを見てしまった気分になりますよ。いやー、哀れだなーとかですね、なんか暗いですね、胸が締め付けられるような暗い気持ち、悲しい、寂しい、まあ、そんな気分になりますね。こちらはですね、今は亡きジュリアナ東京の画像なんですけれどもね、まあ今となってはお宝画像でしょうね。同じもの二度と撮れませんからね。ここで踊ってた女性は現在55歳から60歳、まあ50代後半ってとこなんですけれども、18歳で踊ってたなんて人はもうちょっと若いかな。この人らがですね、昔が忘れられないっつってですね、ミニスカボディコンでセンス振り回してんのを、踊ってんのを見たらやっぱこういう気分になるのではないか。50代後半の女性がこれをやっていたら、昔が楽しいとか言ってね。別にですね、サークルとか作って、自宅とかでやる分には全然構いません。どんどんやってほしいんですけれども、もし見ちゃったらという話であります。自宅で楽しむのは、まあ、どんどんどうぞ、気の合う仲間と連れ合って、室内で、やってもらってですね、もし見ちゃったら、他人事ながら何とも言えない気分になりますな。50代後半の女性がこれやってたらな。まあそれよりひどいのがこれですけどね。70過ぎて未だに学生気分なのか。全学連ってよく恥ずかしげもなく上り旗立てられるような誇らしげにな、ちと哀れだななんて思います。今日で安倍総理49日、早いな。中村警察庁長官が辞任すると今日発表になっておりました。鬼塚智明奈良県警本部長、辞職と発表になっておりました。辞任じゃなくて辞職ですから、警察自体も辞めちゃうわけですね。職場を追われるということでしょうか。まあ警察庁を、役職を辞める、まあ天下りするんでしょうけど、どっかにね。引責辞任は今のところこの2名しか見つかりませんでした。49日に合わせて発表したんでしょうね。警察史上最大の大失態なので、まあ2人ぐらい長官が首飛ぶのは当然かなと思います。もともと長官だの本部長だのは引責辞任するためのポストですもんね。NHK 会長もそうであります。 NHK 会長もですね、批判を一身に受けていざとなったら辞任させる。実際の経営はまあまあ部長とかその辺がやって、大きい企業だとまあまあ大体がこれだって言いますね。社長が経営とか業務に首突っ込んでくるようなことになったらば、まあ大事で、普段は預金に計らえていてもらって、いざという時引責辞任、首切って責任取ってもらうためにいると、そのために高い給料払ってると、
そういうような話聞いたことありますけれども、大きい企業ほどね、警察庁発表、山上の襲撃を阻止できた可能性が高い。これは無謬性だの、メンツだの、警察のやることに間違いはないっていうのに異常にこだわる警察にしては珍しい発表だなって思います。まあ最大級の大失態ですし、言い訳できんよな。ここで言い訳してたらますますね、けしからんってことになるんだろうなって判断したんでしょうか。さらにですね、警備要則を見直しますとも発表しておりました。まあ警備マニュアルでしょうか、警備システムでしょうか、これの見直しをやる、なんと57年ぶりの刷新だって。つまり警備マニュアル57年前に作ったやつ未だに作っていた。57年前って何年前だよって57年前か、なんて思いましたけれども、調べたら1965年東京五輪の次の年でした。私生まれてないな。そんな古い時に使った、その頃はネットなかったよね。自作の銃を作ろうにもどうやって作ればいいんだか、さっぱり一般の人は情報手に入んなかったよね。ネットでね、今はいろんな作り方がすぐわかるっていう時代になっちゃいましたけれども、まあ何にもなければ現状維持っていうのは行政では推奨される体質であります。そうとはいえ、57年間もやっぱ何かなければ変われないんだな、行政、みたいなとこはね。これ豊島区議会では決まりになってます。現状維持っていうのは何にもなければ事故がなければ現状維持を優先すべしとちゃんと文章になっております。今あるシステムは長い間ねかけて出来上がったもんで、必ず何らかの意味があるものであるから気軽に変えてはならない、っていう意味らしいんですけどね。相変わらず国内では左翼と外国人とテレビ新聞がツボが国葬がって騒いでて、有権者がですね権力を託した議員の暗殺を防ぐためにはどうすればいいのかとかが議論されてませんよね。テレビ新聞は憎悪を煽ってですね、統一イコール安倍総理っていうことにしてですね、安倍は嘘つきだから嘘つきなんだみたいなことを言ってですね、山上をテロリストにした方なんで卑劣なテロとは言いにくいんでしょうね。ツボがカルトがって騒ぐと、じゃあ公明党はどうなんだ、共産党こそカルトやんけって反論されるんで国葬がって左岸に騒いでんでしょうね。全学連プラス中核派、国葬で戦争になるぞ、国民が動員されるぞ、なんでなんだ、その風が吹けば桶屋がみたいな理屈はって思うんですけれども、9月27日のお別れの時間にですね、皆さんに黙祷をお願いしようかっていう政府方針に対してですね、共産党の志位和夫が大反対しておりました。黙祷要請は弔意の強制、内心の自由の侵害とか言って、ネットの反応です。要請は強制じゃねえだろ、強制だなんて言ってないじゃん、まだそんなこと言ってんの、ほんと理解しないよね、ちょっと何言ってるかわからない、嫌なら黙祷しなきゃいいんじゃん。 C さん日本語苦手みたいですね憲法が保障してるのは内心の自由じゃなくて良心の自由だぞ、勝手に改憲すんな、というような意見。国葬事務局っていうものが立ち上がってて、それをですね野党合同で糾弾したらしいですね、吊るし上げたらしいですね。そんでですね、黙祷を皆さんにお願いしようかなって思っております、って回答があったようで、本当に暇なんだな、
どうせね、立憲とか社民とか令和の外観誘致主義者仲間でしょ、共産党の、良心の自由は内心の自由、要請は強制、こういう言い換え、嘘つきって言うんでしょうね、殺人者が嘘をためらいわけないよね、何も何人も人殺してる共産党がでね、悪びれもせず俺は悪くないって未だに言い張ってる共産党が嘘をためらうわけないよね、革命が成功した後はやりたい放題って思ってんだから、騙すことに全集中の呼吸ですよね、崇高な目的のためには手段も正当化されるっつって殺人も容認する悪心を抱えている共産党にとってですね、憲法で保障されるのが良心だけでは都合悪いんでしょ、内心の自由って言い換えてますけどね、つか勝手に改憲してますよね、なんで他党のように代表選挙しないの、 C さんが22年間独裁やってんですかっていう質問に対してですね、共産党赤旗の回答がこちらであります。ペラ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 早口で長文で、嘘をついてる味ですねこれね、非常に面倒くさかったんですけど、どんなバカで尻滅のようなことを言ってんだろうなと思って、苦労し白と言いくるめるためにどんな苦労をされているんであろうかと、読んで要約してみました。政治を根底から変革する革命政党である我々の前進を恐れた支配勢力は絶えず攻撃を仕掛けてくる、被害妄想ですね。支配勢力ってなんだよそれ、闇の勢力みたいな、なんかあの悪の帝国、人には知られていないショッカーみたいな組織でもあるかのような、で我々いつも攻撃されてますみたいな被害妄想、それを打破するためには特別な力が必要だ、革命を進めるためには全党の統一した奮闘が必要だ、日頃はあの多様性多様性言ってるんですけど、この時とばかりは統一したあの奮闘が必要なんだって、全党統一奮闘のためには安定正確機敏な指導部が必要だ、代表選をやれば必然的に分派派閥が出来上がってしまう、それは民主集中制の党規約に反すると、そんな党規約あったんだ、なんだ民主集中制って、それの説明をしてありまして、民主集中制とは党の方針は民主的な議論を尽くして決め、党のすべての指導機関は民主的選挙によって作られ、集中とは決まった方針はみんなでその実行にあたり行動の統一を図ること、なんかよくわかんない、もうちょっと要約してみますね、革命を恐れた支配勢力に絶えず攻撃されている我が党は正確機敏な安定指導部、イコール独裁って意味らしい、安定したっていうのは強い権力を持つ独裁っていうことらしいんですね、で代表選挙でフラフラしているのは安定ではない、正確機敏かどうかっていうのはあのこいつらが言い張ってるだけで全然わからないが必要と、代表選やったらかつてのように分裂を繰り返しちゃうのでできませんと、かつてあの共産党の方針に不満な連中が中核派っつって抜けました、でね、あのさらに中核派に不満がある連中がかくもる派っつって抜けました、こいつらあの自分勝手な連中が集まってっから相争うんだよね、力で押し付けてないとね、すべての指導機関は民主的選挙によって決められてないから質問されてんじゃないの、なんで代表選挙やらないんですかって聞かれてんのに、行動の統一を図るイコール独裁、民主集中制が党規約だし、何言ってんのこの人っていう、ここまで読んでも全然わかんない、何が民主集中制なんだか、ネットの反応です、何かと思えば長々と
独裁体制を説明しているだけだという。安倍独裁政治とか言ってたよね。それこそお前が言うなだわ。多様性を排して徹底したトップダウンの全体主義政党ってことやな。多様性とは正反対なのが共産党。独裁を肯定しているなら民主主義とかもう二度と言わないでくれる。共産主義者が民主主義者なわけないやん。ないですよね。共産党なのんだったら選挙に立候補すんなよなって思います。全ては不和の仰せのままに。そもそも革命の目的が意味不明。革命って必要なのか。こんなに物質的には豊かな日本国が成功してんのに、物質的には革命なんて今更いる？食うや食わずのロシアの農民たちは革命が必要だったんでしょうけど、食うや食わずのフランスの市民たちには革命は成功必要だったんでしょうけれどもね。豪邸済みの金持ち左翼は革命いらんだろ。不破鉄道のことですねこれね。ほら見ろ、やっぱりカルトじゃないか。派閥作らせないとか全党統一行動とかまんまただの独裁で草と。独裁そのもんですね。最後の民主集中制の説明は面白かったっていうか難解で、まあ、途中に嘘混ぜてっからね、前提が嘘ですね。代表選やらない理由をですね長々説明した後で、全ての指導機関は民主的選挙で作られるとか嘘ついて恥ずかしくないんだねこいつはね。党規約でさえ支離滅裂嘘ばっか。それが共産党であります。バカしか党員ではいられんわこんなの。私に説明されても何のことだろ、パーンってしてるような頭悪い人しか党員でいられませんねこんなのね。外観誘致主義で共産と双璧をなす立憲民主党なんですけれども、14人の議員が統一教会と関係があったが、全員が統一と知らなかったんで政府と記者会見してですね、いやアウトでしょ、何言ってるか分かんない、知らなければいいんだへーなどと大好評を昨日博しました。立憲を応援するですね立憲学生ペートナーズという組織があるそうで、そこが新たに言い訳を追加してガソリンを投入しておりました。岡田さんの統一教会との関わりについて雑誌にインタビューが載ったという話でありますが、それを言うのであれば立憲民主党生みの親枝野さんもまた同様の経験はありますし、お二方の実績からすれば統一の思想を染め上げられているわけでもないわけなので、個人的には問題ないと思います。個人なんだが組織なんだがはっきりしろよバカとかいうね、思いますけれども、つまり枝野も岡田も実績があって統一に染まってないから政府って言いたいらしいんですけど、ネットの反応です。反論のためにこういう画像が次々に集まってきておりました。ひどい内容だ。もうん？身内に甘すぎるとかですね、疑惑の火の粉は広がったであるとかですね、本当に都合の良い、こんな都合の良い説明は今まであったんでしょうかみたいなこと言ってますね。正気かこいつこれまた豪快なブーメラン。そんな考えだからいつまで経ってもダメなんだよ。まあ、奇跡的にね、2009年にこいつらの政権できちゃいましたけれども、まあ団塊左翼最後の頑張りとリーマンショックっていうのが重なっちゃった悲劇ですね。お前本当に学生か70歳とかですね。枝野の場合角丸派ともお付き合いがあることは
余ったれるのもいい加減にしろ。じゃあ自民党議員も問題ないよね。支持者がこんなんばっかりだからダメなんだろうな。そういうダブスタが世間から敬遠される原因やで、実績からすればどんな実績だよ、俺知らねえぞ。それはあなたの感想ですよねいうようなね。立憲学生ペートナーズ、立憲ぐらい漢字で書けよ、お前らもまあお前個人かもしれないですけど、国葬を植えめろと同類で漢字苦手なやつなのかな。染められてないからセーフって、染まってる染まってないはなんか検査でもしたのか、実績から判断してって言ってますけど、皆さんまの意見はどこが何の実績が、っていうものでしたね。岡田は3回も世界日報に登場、枝野は統一以外にも角丸派と年頃と、他人はダメで自分は良いっていうのを全開してますけど、まあそういうところなんでしょうね。政治家の質は支援者の質って言いますけれども、立憲議員がバカでダメなのはそもそも支持者がバカでダメだから、そういうのに根本原因があると思います。座敷汚して犯人も調べないしね、あの事件。個室でしたっけ、座敷じゃなくて。個室汚して犯人調べもしねえしね。まあそういうとこなんじゃないかと思います。というわけで引き続きメール党員様、筑紫部長様、草加市ポスティングボランティア様、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。